ないからあ、じゃあそうだよねって言って立ち上がるんだけど、まあ、お菓子が続くからまた座って、はい、また今日もまたいい天気でございます。ありがとうございます。美味しそう。どうですか、お味は。美味しい、美味しい、美味しいです。明け方まで起きていても爽やかです。全然爽やかですね。ご飯食べましょう。ご飯食べましょう。どうぞどうぞどうぞ。そんなことができるんですか？できちゃいました。みんなお願いしないで。ね、素敵だよね。うん、わお今やったのに。サイヤのプリントの紙の代わりに布を使っただけで、今簡単に言えば。その通りです。本当にだいぶ売れたので、自分のいい作品は気がついたらない、あまりない。だから、ちょっと古くなった、ちょっと眠いようなあの感じ。が好きだったので、あの18世紀の小さなミニチュアプリント、ちょっとそういうイメージがあったので、まあ、これがちょっとこういうちょっと茶色の感じはどっちかというとあのプラチナよりあのパレディアムの割合が多いので、それはやっぱりこういうところは逆光で。でちゃんとこういう影とハイライトが出られるかなと思って、でこのネガはこれあの 5×7 インチ のネガだったの。あの特殊なあの現像液を使ったんですよ。あのまあマーク・ストランドとかエドワード・ウェストンがよく使った、もう三脚を立てて、でこういうところで、みんなが気がつかないところで、瞬間を狙う。で、まあ、ポロロイドギャラリーで、2回ぐらいプラチナプリントを展示しました。鶴のところと、この、あの、刷毛の、の感じ、こういうこの辺の構図、こういう関係性にすっごくこだわってて、だから本当に自分はモイロイに行くと、もうあの帰るとまた、アナログですね。だからケミカルプロセスっていかに微妙かっていうことですね。だから自分がどういうテイストを出したいか、本当にもう。可能性は、ね、無限にあるので、一番写真でこの後デジタルのインクジェットでプリントしました。集中するとすっごいエネルギーが皆さんあの同じなんだけど、でもあのいっぱい使いました。うん、暗いもんね。特にそのあのこういうトーンの、出すためにやっぱり照明、一人一人の気持ち次第、で家族の歴史に残るか、社会の歴史に残るか、でじゃあどうやってその歴史に残る作品を作るか、まあ、いろいろ考えてるんだけど、で一つはやっぱりこの殿様たち、まあ、これはまあ彼らの家族の歴史が残るんで、で、で、まあ100年後にはまあこういうシリーズが残るん
じゃないかな。たまたまのご縁で、黒澤明の舞台、はい、セットを作っている人と会って作ってもらったんです。品とか、この技法が一目で見たらすごく単純なんですよ。単純なんだけど、この薬品に不純物が入ったり、またその温度とか湿度とか薬品が老化すると全てがね変わるんですよ、うん、コントラストとか露光時間とか。でそれはだからいつもこういう、まあその芸術の面で他力と言うんですけど、でも本当はその科学的な面でこういう不確定の要素、こういういろんな変化ともう対応しなければ、ずっと問題解決なんですよ。これがグラスのネガのホルダー。でそのネガが湿ってる状態ここに入れて、でだいたい20分ぐらいネガを作ってから現場まで大体20分ぐらいがあるんです、こういう出版技法で撮影が不可能の場所があるんですよ。そういう時はどうしても自分のビジョンがあるので、それを、カンパンとか他の方法を使って撮影します。でこれがね、この温度と湿度によってこの流し方が変わってくるんですよ。このリップの匂いです、あ、不思議、ニスミチューンとする、ね、気がつまエーテルですよ、エーテル、いろんな作り方があるので、それによってそのコントラストとかいろいろ調整ができるんです。これがね、現像液で、これを飲んでも大丈夫です。砂糖と酢の匂いが、ちょっとコントラストがちょっと強くなるかもしれない。すごく貴重な撮影だったらこの色の状態で使わないんです。すぐまた新しいのを作ってそれを混ぜるんです。で混ぜるとすごくやっぱり熟成している様子もある。ここから先はテントの中に入ります。わざとこういう汚いのを、はい、なっててね、すごい昔でまた模様に味に、でもその被写体によってネガ、用紙とネガを選ぶんですよ。乾燥しすぎだったらうまくいかないし、また濡れすぎだったらうまくいかない。これやっぱり感覚で、ちょうどそのスイートスポット、ドイツ製のカメラだそうです。やらないようにして、で、しょぼりがないので手作りの、こういう手を作ります。で、露出系は使わないから勘と経験で録音時間を決めます。8インチ ×8 インチのネガなんだけど、本当は売店で撮りたい。なぜかというと、この木のこの上の方のやら本当に入れたいんです、そうするとその枝をぼかしてすごくいい雰囲気になる。本当にこういう撮影するすごくもう自然との対話、が乾燥しました。観光性がなくなったので、
そうだけど1850年代にこういう技法ができたら楽しくて楽しくて言ったようにちょっとアンダー気味、うん、でも全然すごいそれしか取れなくなっちゃう一緒に違うはいどうもありがとうございましたエバレットさんエバレットさんどうもありがとうございましたありがとうございました楽しかったですはい